でもここ終わったら南は全部制圧じゃね？そうだね。ちょっとラクルスに行ってみたい感もあるんだけどね。ちょっとラクルスは保留しようか。保留か、最後に行く感じかまあ、もしかしたら最後に行っても何もないかもしんないけど。な。よし、じゃあ、ストーリーミッションの前にどんどん重要情報を集めていこう。ここヘリあった？ヘリないね。ない。乗り物。こっちか。どこに出た？こっちだ。あ、場所。発祥のチョイスがね。なんかユニタッドいるね。いるね。1人さあ、2サ人？ブマシンガンを持ったターゲットがいる。あ、3人目のターゲット。枯れてる。これさ、フラグ投げたら一気に倒せそうだよね。フラグっていうか、あれは、なんだろうな、見る限り、ユニダットに捕らえられたカルテルって感じか。でもラク別ルスに、には P90 ありますよ。あ、ラクルスには P90 があるらしい。初見です。これノーカットでウあ、ピーするんで迫す撃か。砲がちょうど綺麗にあいつら全員当たる。やっちゃって。はい、初見さんいらっしゃい。ノーカットだとちょっとグダグダすぎるから、多少編集して投稿、まあ、現在もしております。あはーい。ー、ひどいんだ。あんな固まってるから。 せめて遺品だけでも。あ、物資ある。おおおおおお、おお。危ない。 遺品。ん？あれ？は？あれ？二度回収できた。本当だ。え、ラッ何そういうキー。のある？そういうのあるんだ。2回目うまかったし、しかも。いや、こっちは1回目がうまかったな。俺1回目100で2回目500だった。500なんてあるんだ、単体で。おーっと待って、これまたユニダット。おりよ。おりよ。なんだよ、カルテル満載してないのか。結局ユニダット。カルテルより、まあユニダットの方がね、傭兵としてはできてるもん。本当に。ああ、電源あった。了解。あ、おあまけにとドアなん、か。あ、警報ある。では警報は撃って壊しちゃうか。オッケー。兵士を確認。で、一人だ。あ、ちょっと待って、ど一こだ。人兵ターゲッ士。トの近くだ。ああ、いるね。三人目をあ発れ見。はまあ倒しても大丈夫ね。で、あ、警報は。ナイス。壊れた。で、電源をね、邪魔で破壊しちゃえば扉も開くから。そうだな。あとは監視のやつをパンとやって。よし。ドローン飛行中。だんだんパターン化できてんね。本当だ。の敵だ。はい。はい。敵がオーノイブズン。メーカーに向かってる。オッケー、警戒はしてるから注意ね。オッケー。とりあえずドローン。クールダウン中。未確3認。人目がいた。何？ここもなんかありそうだけどな。何、電波障害受けてる。なん嘘。だ。追跡。あ、機密情報あるわ。あ、死体見つかったんじゃね？そんなバカな。ちょっと待って。もうちょっと高いところ。あれ、でも警戒してそうな人いないぞ。こっち死体が見つかる位置ではないぞ、決して。謎警戒。いや、じゃあ、よくわ後かろんないからわ。回るわ。オッケー。そっち正面から行ってくれ。おい。危ねオッケー。もう全然いないっていうか。あと後ろに一人だ。そうだな。おっと、いたいたいた。おうおう。よし。
おしだって、それで終わりじゃない？ここに何かしらの情報、これでクリア。これ武器じゃね？あ、スキルポイントかよ。ドクター・スヌンセンと言った方がいいか。NGO がなくなってからいろいろあったらしい。CIA の。また通信だ。昔はセクシーだったんだな。反乱軍の偵察はドローン中にした方が犯人が分かりやすいですよ。調査。物質の輸送経路が記録されている。また化学物質だ。これで輸送車を追跡して排除できる。あれ、ドローン使ってる間にジャミングされてる。よっしゃ。あ、ちょっと待ってね。あ、また間違った。ドローン使ってる間に、あ、できるんだ。あの、できないと思ってたね。あの、反乱軍の偵察の範囲がちょっと指定しにくかったんだけど、ドローンからでもできたね。マジか、楽じゃん。うん、なんだろうこの料理。何これ、 なんだろう、汚っ。ちょっと物資を。いや、このなんかさ、すぐ隣にあるあのガス、ガス電っていうガス、ちょっと待って、今ビーコン立てる。あれ、うん、ちょっと待って、あの場所からさ、ドローンジャミングされてんだよね。なんかありそう。相当強いな、ドローンがジャミングされてる。ビロマクワトロガス、ガス電、ガスタ。物資と物資よく似てる、わら。なんすごいありそう、なんかなんかありそうだな。ああいうところは多分ストーリーで来ると思うけどな。まあ確かに。敵グループが見える。しかもカルテルか。ああ、敵グループを発見。そうだね。まあちょっと、すごくトイレに行きたい。いらっしゃい。はい。30秒。ちょっと休憩しよう。C4 設置完了。広い基地だとジャマーが2、3個ありますよ。ああ、そっか。ジャマーの個数でも強度が変わってるもんな。そうだよな。弾補給、弾補給しちゃおう。ひどすぎ、わろた、わらわら。早くしないと、早くしないと帰ってきちゃう。爆破準備完了。撃つと爆発しますよ、C4。爆薬セット完了。もうちょっと増やすか。爆破準備完了。C4 設置完了。なんかさ、おかえり。はい。はい。なんか、なんで動いちゃう。いやいや、動くでしょこんな。いやいや、だってせっかくさ、たくさん補給して、こ、わあ。素敵な飾り付けですね。おかしくね。え？おかしくね。設置したのはそっちだよ。警戒しちゃうじゃん、あそこにいる人たち。はい、まあちょっとあれだ、ストーリー情報の確保の道中だから、様子見てみる。ここ OK。 多分ね、油、ああ、あれじゃん。あ、ちょっと待って、何あれ、あれ撃っちゃっていいわけ。何あれ、ちょっとタイヤパンク。あ、破壊した。お、ちょっと待て、ラッキー。こんだけだったの。こんだけだった。貴様ら HTI の餌食だ。あれ、爆発しない。と、光線頼む。 OK。 あれ、爆発しないな、なかなか。あと一人。どれ、開いた。車丈夫になってる。マジか。
護衛車両を破壊した。おお、もう一人いるよ、これこの、あ、いたいたいた、この一人どこ、あ、いる。おお、ナイス、よっしゃ。花火を楽しんでるといいんだが。なんかちょうど目の前来ちゃった、ちょうど目の前来ちゃったな。あっちのカルテルの人たち気づいてないよ。ちょっと、あ、待って、ユニダットもちょっといるね。電波障害だった。本当だ、そうだった、そう、ここ電波障害のね、拠点の入り口付近だ。電波障害にも負けないドローンないかな。ドローン強すぎよ、ね、もしかして俺交渉してる、なんか家車のマーク消えると壊れてますよ。あ、そうなんだ。いやでも爆発するとこまで車はぶっ壊したいんだよな。あれ、なんだろうな、この、これは、こいつら何やってんの。なんでユニダットがいるんだ。うん、あ、やばいやばいやばい、バカバカバカ。いや、でも動いちゃいない。で、カルテル、あ、うん、こいつ、こいつやっちゃおうかな。うん、オッケー。あれ、お前は気づくんかい。あいつはまあほっといていいのかな。うん、あ、スキルポイントあるね。あるな。いや、ニガさん。うん。何もいねえな。なんだ、ユニダットもいるし。敵グループが見える。うん、どういうとこなんだここ。いまいちわかんないな。共同油田地域なのかな。スキルポイント。ヘリが近づいてる。ヘリ。うん。だ、民家もいるし。あれ、あのヘリ着陸しないよな。ああ、通信車両か、うん、欲しいな。おい、いただいちゃう？切る？おい、ああ、車両だけいっちゃう。ゴーゴーゴー、乗れ。ユニダットの連中も遊びたいみたいだな。よしよ、ああいうのたまには奪いたい。ユニダッツ。ここ、あ、いけるな。あれ、車両破壊しない方がいいんだよね。そうそうそう、周りの車だけ始末。おりゃよし、ナイス。もう腰ダメの方が楽だ。あれ待って、車爆発してるじゃん、もう。やりやがったな。まあ反乱軍これでも欲しいって言うから。パーク、オッケー。で、ユニダットが、ユニダット、出て出て、狙いずれ。あれ、いつの間に HTI 装備してた？ん？俺 MSR だよ。あ、MSR か。マサルか。マサル。俺マサルも結構ヘリ破壊できる。なんかここほとんどユニダットになっちゃったけど。ちょっとスキルポイント回収できてないから倒しちゃおう。OK。ここは。硬い硬い硬い。硬い。で、一人走ってきてない？おっとっとっと、なんかいるね。あ、見つかった。おっと、これ MSR だよ。やっちまえ。お、あと二人？二人警戒中。
オッケー、じゃあちょっと隠れよう。オッケー。それとも気づかれないように降りてきたやつだけやればいいのか。まあそれでもいいんじゃねえか。いや結構来てる。あ、ダメだね、増えちゃうわ。うん、逃げる。車内逃げよう。この車の基準について。ああ、オッケー。スキルポイントはまた今度だ。俺が運転する。基準。ああ。あれ？お、後ろじゃない。行くぜ。まあいいや。ここ通れる。よし。おお。ああ、川だ。進め、進め、進め、進め。進め。よっしゃ。いけたね。なんかいるし。いや、我々は何でもない。よし。もうちょっと、もうちょっと。草。いや、無理っくりすぎない？ここ降りて。あ、情報ある。今度こそ武器だぞあれ。よっしゃ。ドローン準備完了。あ、ここも電波障害だ。何も見えない。ドローンがジャミングされてる。ドローン飛ばせないとな。10人目のターゲットがいる。あ、いっぱいいる。本当だ。なんかこの辺なんかねえ、ユニダット、うん、と一緒にカルテルの人たちが仲いいの、この辺。あれちょっと迫撃放射したいわ。ちなみに車両破壊最大にすると HPI でサプレッサーなしでテリ一撃で落とせますよ。以前車両破壊、まあ、その HTI でヘリ一撃で落とせたはずなんだけど、うん、それはおそらくあれか、レベルが低い、レベルが低かったのか。ちょっと今車両破壊まだ2か。ああ、そういう、あ、取得できる。 OK、 車両破壊3。うん、敵グループが見える。情報がすぐそこなんだよな。うん、この中はこいつだけかな。ちょっとさ、陽動送ってみるか。グレネード。いや違う、あの反乱軍の。反乱軍に陽動を頼む。ちょっと奥の方に送った。そういう、さて、あれ、情報取れる。ここドローン使えるぞ。マジか。あ、さっきの油田のジャマーが、今の車に乗るときに横にジャマーありましたよ。で、あ、そうだったか。パーツケース出たよ。ナイス。ちょっと先にこの辺の敵を。うん。この辺、お、角間が満載じゃん、この場所。大容量マガジン、角間がに。ここは、AKR、特に何もないのか。うん。あ、ちょっとね、伝承情報か何かがあるから。なるほど。やっぱりここ、え、ギリースーツの下露出してるから強くなりそう。カルテルのボスの家を特定できたぞ。挨拶に行くとしよう。フラグを投げる。いややりよったな。目の前にあったもんだから取ってたら光線。よいしょ。 OK、 ユニダットは片付けた。 OK、待って、カルテルが来てる。追加。おう、あれ待って、この戦車もうそんなにいないか。んこいつだけだ。よしよし、クリア。ギルスーツの下露出してるから痒くなりそう。まあこれ後ろの方はあんまりちゃんとギリスーツ着てないからね。うん。もう情報はたっぷり集めたけど。集まってるね。でもここね、武器さ、なんか AK 以外全部パーツなんだよね。うん。まあ新しく手に入るのは AK くらいかな。ノルマを達成しないとエルコゾレロの工場行きになる。
またテープか。頼むから、今あるコカインの量を増やす方法を教えてくれって。一緒にスウェーニを騙すってことか。そういうことだよな。そんなことすりゃ俺まで支柱にされちまう。道連れはごめんだね。こうなったのもお前のせいなんだぞ。ふざけんな、俺のせいじゃない。じゃあボスに言っとくよ。お前とラグリンガが全区隊をよこさなかったってな。ボスはお前にも責任を取らせるぞ。そしたらエルポゾレロが作る支柱は。最近拾うテープ何かと揉めてるな。何支柱がどうなのか。支柱がどうなんか近くに機密情報固まってるとこあるね。なんだろうあれ。どれどれ。あ、そう、メダルの位置あれだ、あのスキル習得するために必要なメダル。お、あ、てか AK 近いじゃない。マップで地域情報を見ると武器の数とパーツの数出てますよ。あ、はい、それは把握してます。 AK 欲しい。 AK 取りに行こう。 AK でかいな音。まあ取りに行く。いや、サプレッサーつけたらどんくらい低くなるかわからないし。あ、そう、うん、行くぞ。これに乗れ。これか、これか。これさ、どんな感じで溜まってるのかちょっと試し撃ちしてみて。おお、ちょっと出口にちょうどカルテルいるから。あ、あ、ちょっとハンドリングがあんまり良くないね。ああ、ちょっとハンドリングがあんまり良くないね。すぐ曲がっちゃう。どこに？あの小屋か。小屋の中じゃない？あ、そこにいた。ああ、ひどい。ちょっと運転が難しい。お、いっぱいいる。ハロー、ハロー、おりゃあ。ここガソリンスタンド。あ、幹部、幹部、あ、幹部中だ。オッケー、クリア。あ、もう幹部怯えてる、怯えてる。オッケー、よしよし、じゃあお話しようよ。あ、間違った、間違った、間違った。はい、はい、幹部さん、どこ、あれ、あれ、何が幹部だよ。どこに幹部がいるんだ。何が、あれ、幹部殺しちゃった、もしかして。え、死んだら何か言わない。言うよね。まあ多分仲間が間違ったんだろう、きっと。じゃあカラシニコフ AK いただこう。 AK、 これは使えるな。よっしゃ、サプレッサーつけたらどんぐらい静かになる。よし、あ、確かにうるさいね。 AI の射撃だ。どこの装甲車の一撃でほぼ終わりにできますよ。おお、サプレッサー、あ、まあまあ静かになるよ。でも、おお、せっかくだし使うか。で、ほうほうほう、ちょっとつけれるものたくさんつけちゃおう。性能なんて関係ない。拡張ストック、スコープ、パノラマが一番、フルオートセミ、マガジンは普通、距離計つけて、ロングバレル、サプレッサー、よし。ああ、でそうだ、デザートイーグルは、うん、世界一強力なセミオートハンドガンとは書いてあるけど、うん、まあサプレッサーはつかないだろうな。つかないけどちょっと使ってみたいから、せっかくだしちょっと持っていこう。これがデザートイーグルか。うん、あ、弾は結構多いけどワンマグの数が少ない。あ、よーし、じゃあこっちショットガンマガジンか。うん、 AK すごいね。どれどれ。うん、あ、AK って感じがする。
この世界の AK セミオート打ちする方がいいかも、安定度あるかもしんない。うん、ほんとそうだね。でね、いつの間にかもう0時回ってたからそろそろ終わりますか。じゃあキリアあんまり良くないけど、まあリベルタードの続きはまた今度やっていこう、うん、はい。じゃあ終わりますか。終わるか。はい、お疲れ様です。